株式投資虎の穴、林投資研究所チャンネル。こんにちは、林智之です。今日はシリーズやってはいけない。考えすぎがダメだぞ。こういう話ですね。株の売買、相場、大切なお金を動かします。だからね、真剣に考えます。当然です。でも、考えすぎはダメだよと。 別にね、あの、全問答みたいなね、よくわからない話をするわけでもありませんし、考えるな、感じろ、なんてね、映画のセリフみたいな話をするわけでもありません。もうちょっとね、わ、えー、かりやすく、えー、まとめてあります。なるほどと思ったら高評価、グッドボタン押してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。えーとですね、何か物事をやるときに、緊張した状態と、 リラックスした状態どっちがいいか。当然ね、リラックスした状態がいいわけです。緊張した状態だとギクシャクします。ある結婚式に参加したときに、新郎が緊張してですね、教会で歩くときに、右手と右足が一緒に前に出ちゃっえこれね、作った話じゃない、本当です。緊張するとね、人間そういうふうになるわけです。ね、ありえないことが 起きるわけです。やっぱりね、リラックスしている状態がいいんです。でもね、ただリラックスしているだけじゃダメですよね。マーケットの競争に勝たなければいけない。こういう厳しい面もあります。だから、真剣に考える必要があります。どんなことを考えるかというと、まず、えー、金額の設定ですね、えー。いくら取引口座に入れるのがいいのか。 儲けることを考えるわけですからね。たくさん入れたいわけですけれども、たくさんすぎると、これ緊張しちゃってうまくいかないと。だからこれぐらいかな。いや、もうちょっといこうかな。いやいや。抑え気味にしてこれぐらいが結果がいいんじゃないか。こんなことを考えますね。当然ね、長期的なこう運用の計画。こういうものも絡んできますね。で、いざね、やるのにね、 手法ですね。やり方。こういうやり方をしよう。こういったこともじっくり考えます。でそういったところからだんだんね、具体的なことが決まってきますね。手がける銘柄はこういうものだとかね、株数とかね、資金稼働率を決めるとか、まあ、細かいね、戦略がね、浮かび上がってきます。でもね、これでね、全部行動が決まるわけではないんですね。 相手がね、わけのわからない動きを見せる株価ですから。例えば買うとき。よし、これを買おう。仕込もう。というときにね、今日なのか、明日なのか、来週まで待って決断するのがいいのか。まあ、最後ね、迷うわけですねで。でもね、ここでね、あんまり考えてもダメなんですね、えー。ここで当てに行こうとしてもダメです。事前に色々考えたんだ。 ということで、もうここはね、えいやって、えー、行動するしかないわけです。思い切ってパーンとやってしまうしかないわけです。こういうところで考えすぎたらダメだよと。えー、これがね、ポイントなんですけれども、じゃあもしね、それ、えー、ダメだったらどうなのと、えー。だからね、普段から言っているように仕込みはね、必ず分割でやっていく。まず試し玉。たった100株でもいいです。まず試し玉。 で、石橋を叩いて渡る。みたいな感じでね、えー、じっくり、えー、探りながら入っていくということですね。ここでね、もうちょっとバイバイの具体的な話しましょうかね。えー、仕込みはね、分割にしようと今言いましたけれども、やっぱりね、えー、手仕舞いは、これ一括がいいんですね。もう買ってね、えー、上がってきた。もうリグイしよう。 あるいはね、損切りしようという時もそうですけれども、パッと売っちゃうのがいい。えー、そういう時にね、分割をしたとしても、少ない回数でパッパッパッとね、始末してしまうのがいいと。これどういうことかというと、仕込む時はね、まだその銘柄にそれほど関わっていないわけです。でも、手仕舞いの時には散々関わってきているわけですから、もうね、たっぷり考えているわけです。 それ以上考えてはいいけけないわけですあのこれどうしようかなと売ろうか持続しようかというね、えー、迷いが出た時にまあなんか専門家みたいな人に相談してその専門家がとりあえず半分売っておいたらどうでしょうなんていう答えが返ってきてなるほど、えー、こんなのね見たことありますけれども、えー、なんかね芋いですね芋筋これね えー、散々関わってきているものですから、そこでね、迷って、えー、答えが出せないから半分だけ売っとくっていうのはね、えー、薄めて先送りしてるんです。ね、えー。薄めて先送りする方法をね、提案して、で自分も先送りしたいから、それだって言ってね、えー、ありがとうございますみたいなね、えー、よろしくないわけですね。えっ、ー、とですね、考える、考えない。ね。 考えるポイントと考えない方がいいポイントがあるってことですけれども、例えば詐欺なんかもそうですね。普段から、ああ、それほどね、えー、具体的な知識がなくても、お金ってこういうものだよね。こういうことはあり得るけど、こういうことはあり得ないよね。みたいなことをね、えー、なんとなく考えているだけで、えー、詐欺師の話を聞いて、なんかおかしいかなとね、えー、気づくとか、えー、こういうのありますよね。 やっぱりね、考えすぎは良くない。真剣に考えるんですけれども、考えるポイント、考えるべき時がある。それから、考えないで動くべき時があると。とこういうふうにね、分けておきましょう。事前に考えておいて、現場ではあんまり考えない。こんな感じですね。ぜひ実践してみてください。最後までご視聴ありがとうございます。 thank you